様子を見に来てくれたのですか。ありがとうございます。あれ以来暗殺者に襲われたりすることはありませんよ。プーリエさんもよくしてくれてます。それよりちょっと気になることがあって調べていたんです。私が殺されかけた理由について。フォードやそのあたりに知られたくないものがあるのなら立ち入り禁止にすればいいのに。でも現にトードやその奥までアークスは立ち入りを許可されている。じゃあ何が引っかかったのか。おそらく問題としていたのは地質調査のために取得していたパラメーターなんだと思います。トードの組成分からダーカー因子が検出されたんです。表面ではなく奥深くから。これが意味するのはダーカーが遥か昔からナベリウスに存在したということなんです。それ自体は驚くべきことではないのかもしれませんが、もう一つ、あのトード自体ダーカーが生み出したものなのかもしれません。何が起きたのか何があったのか私には見当がつきません。でもこの情報に類推する何かがアークスにとっての禁足に触れて私は狙われたんだと思います。フォードを生み出すようなダーカー、それほどに巨大な存在、何かあったような。すみません、思い出せません。もう少し調べてみます。どのクエストにする？よう、お前も調査に来たのか。ちょうどいい、俺たちと一緒に行かないか。そう来なくっちゃな。お前が一緒だと安心感が違うぜ。ちょっとゼノ、私は。はいはい、エコーさんも十二分に頼りになりますよっと。なんか最近私の扱いが存在になってきてない？いい加減独り立ちしろってことだよ。
前さ、いっつも俺とばっかつるんでてつまらなくないのか。そんなわけないでしょ。あ、聞こえねえぞ。うるさいバカ。ほら、こんなバカほっといて行きましょう。トウ君なんだってんだよ。まあ、あんだけ元気がありゃ大丈夫か。それより気をつけろよ。なんだか嫌な空気だ。
震にしてはなんか変だな。何か奥底でうごめいてるような揺れ方だ。うごめいてるって何が？ちょっとゼノ。要するにですね、ここは危険ということです。え、いつの間にそこに？ああ、すみません、驚かそうとしたわけじゃないんです。そう警戒しないでください。あなたたちと同じアークスですよ。おいおい、冗談だろ。あんたがただのアークスだったら俺たちはどうなっちまうんだなあ。六房金鉱のさん、カスラさんよ。六房金鉱ってアークスの一番上の？私のことをご存知なら話は早いですね。六房金鉱の一人として早急に引くことを推奨します。脅しではなく本気で。といって一人で住むというのが六房金鉱として正しい対処だとは思うんですけどね。こうしてお会いできたのも何かの縁。よろしければご同行願えませんか？しかしいいのか？六房金鉱さんの足手まといになっちまうかもしれないぜ。大したことありませんよ。私は情報収集専門、戦いは増えたです。正直一人で住むのは不安なだけです。ですからどうか貸し付くことなく一アークスとして応対してください。私の知ることも三つ柄説明させていただければと思います。どうやらのんびりと話してる時間もなさそうだな。一緒に行くしかないか。助かります。皆さんよろしくお願いしますね。
completed. どうしてこんなにダーカーが。まったくだ、キリがね。おい、カスラさんよ。ここで一体何が起ころうとしてるんだ。私としても伝聞の知識ですが、40年前にこのナベリウスで何が起こったかご存知ですか。あなたはお調べになられていたようですね。そう、ダークファルストの決戦です。40年前、この惑星で初代レギアス、初代クラリス・クレイス、初代カスラがダークファルスを撃退したのです。ダークファルス、どういうことだよ。この惑星にダーカーが出始めたのはつい最近のことだろう。それは嘘です。そんな、アークスが嘘をついていたというの？ええ、そうですよ。ダーカーの侵略がなく、安全な惑星と偽ることで注目をそらす。そうすればごく普通のアークスはこの惑星に価値を見出さず近寄ることが少なくなる。下せねえな。そんなことして何の意味がある？ここに何を隠してるんだ？アークスを支える虚構がここには隠されているんですよ。ダークファルスは倒せる。そうアークスに信じ込ませるための決定的な証拠を隠している。ただ、おやおや、それ以外にも随分とギャラリーが多いな。ゲッテムハルト、てめえここで何しやがる？ピクニックだよ。ふざけんな！この冥道はてめえの仕業か？ピーピーうるせえな。おいしいな、まだかよ。もう少しです。あれはクラリッサ。そんな、失われたはずのあれがなぜ。所有登録者の書き換えも済んでいる。いやでも、ならば全て合点がいく。封印がほころんだのも何もかも。解放がなされたら終わりです。彼女とクラリッサを引き離さないと。させねえよ。なあ、わかんだろ、すっげえ楽しいことが起こりそうって。なあ、お前ならわかるだろ。ゾクゾクするだろ、この突き刺すように渦巻く悪意が。
ゲッデムハルト、てめえ狂ったか。うるせえゼロ、俺はもともと狂ってるんだよ。楽しいぜ。チェーン戦闘橋が4人がかりをしのぐんじゃねえよ。おいしいな。どうした、まだか。もう少しなのですが。ゲッデムハルト様、お前を俺のためなら何でもしてくれるんだよな。もちろんです。そっかそっか、嬉しいな。じゃあまあすまねえが、死んでくれ。ゲッデムハルト、てめえ。おったった、おっかねえな、ゼノ。なんでてめえが怒ってるんだ？味方を手にかけやがったな、その子！ゲッデム、ハルト、様、シーナは、お役に立てましたか？ああ、十分だぜ、シーナ。これでようやくヤッコさんが出てくる。まさか、そんな方法で。なんだ、このホトルの本領はダークファルスの復活。そら出てこいよ、ダークファルス。てめえ強いんだろ、最強なんだろ。見せてみろその力を。全部奪っていきやがった、そのふざけた力を俺に見せやがれ。ぶち破ってぶち殺してやら、てめえの全部を俺が殺して殺して殺してやる。あ、なんだこれ、なんだこりゃ。くそ、ふざけんじゃねえぞてめえ。ゲッデムハルト、ダメです、近寄ってはあなたも取り込まれます。取り込まれるだと？おいカスラさんよ、あんた何を知ってるんだ。先ほどの話の続きです。40年前、アークスはダークファルスを撃退しましたが、倒すことはできませんでした。私たちにできるのは封印を施すこと。それを倒したと偽り、この辺境の惑星に封印し続けてきました。ダークファルスは倒せるものと、アークス全員に信じ込ませるために。なんだと。それじゃあ、あの石碑にはダークファルスが封印されていて、そして今その溶けるはずのない封印が解かれてしまった。くそ！
だ。クソが俺の中に入ってくるんじゃねえ。ダークファルスも本質的にはダーカーと同じものです。すなわち他者を侵食し形を成す。クソクソが死ぬ。おい死ぬ。俺はわれもわれがここはわれは。そうかハハ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 ハ。我はエルダー、ダークファルス、エルダー。ダークファルス、エルダー。たみえぞ、今世の肉体はさぞ血に飢えていたぞ。みえ喜べアーツ、初の戯れの相手、貴様たちに与えよう。今この場で完全な体を取り戻されたら大変なことになる。おい、エコーとそのジョーちゃん連れて撤退しろ。ゼド、何言ってるのよ。私も戦う。逃げ押しに心折れた状態じゃ足手まといだって言ってんだよ。頼む、俺が時間を稼いでる間にせめてその二人だけでも。
私もいますよ、ゼノさん。あんた、これでも六房金庫の端くれですからね。二人でしたら時間を稼いだ後逃走することも不可能ではありません。でも、でもゼノ、うっせえ、聞き分けろ猫。命令だ、怪我人連れて撤退しろ。すまねえ、ここは俺にカッコつけさせてくれよ。こういう時に先輩が決まらなきゃ見せ場がなくなっちまうだろ。ゼノ、絶対に帰ってきてよ。約束破ったら許さないから。わってるよ、うるせえな。整ったか、たけきアークスよ。へえ、わざわざ待ってくれたのかい。ずいぶん話のわかるダークファルスだな。戦う意志なき者は鬱に値せず、そしてこの身が求めている強き者との戦いをな。お褒めの言葉ありがとうよ。じゃあな、一丁踏ん張ってみるかね。参ります。何あれ、何なのよあれは。まさかあれがダークファルスだっていうの。ゼノ、ゼノ、お願い応答してよ。戻ってきてよゼノ、ゼノ。受賞は大いなる変化を見せた。それこそがあなたが成し遂げた一つの成就の形だ。たとえそれが望まぬ形であったとしても、私と私たちは謝罪する。
知りながらも変えることのできない好みであること、他の事実は根幹を揺るがすもの。徴用する者たちは拡散を望まず、うちに秘めようと暗躍するだろう。故にあなたの役にこそが重大。全てを見、全てを知ったあなたこそが鍵となる。あなたが抱く経験で世界はなる。それは修正ではなく、累積に基づき数多の知己と敵を生むだろう。それでもあなたは己の意志が向くままに進んでほしい。誰も見出せなかった道へと。私たちはその先を見、知るためにここにいる。Yeah.